最悪の天候の中、ハローワン近日は行ってきました。とはいえ、送迎付きで超楽ちん。時間が限られる場合にももってこいです。うわー、これ寒いぞ。どこ行くんでしょう、この朝から風は強いわ、雨は降るわ、どうなることかと思ってたんですが、雨も上がってこんな素晴らしい景色が見れました。25年以上前に仲の良かったイギリス人に勧められてやっと来ることができました。007キングコングもここで撮影されています。新米にどうしても来たかったところの一つです。お、やってきた宇宙飛行士。ハノイに来たらぜひ足を伸ばしてみてください。あと最終日に参加したサイクリングツアーも良かったです。九段を、有名観光スポットはほぼ網羅します。ああ、コンストレーション、バナナ島なんていう島もあります。イエーイ、スリル満点のサイクリングツアーもおすすめです。おはようございます。窓に水滴がたっぷり出てますね。昨日から気温がぐっと下がったせいだと思います。もともと湿気も多いんですが、気温は現在外が14度、夕方には9度までどん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 下がっていくそうです。まさかここまで気温が低くなると思いませんでした、ハノイ。今日はこれからハローワン一日観光です。まあちょっと風もあるし、寒いし、雨も降ってるし、最高の天気楽しんでいきます。8時から8時半のピックアップ、8時32分に来ました。私が一番最後だったみたいですね。バスの中すごい寒いので、みんなダウン着てフードかぶって帽子かぶって VIP リムジンだったんですが、すっかりみんな交換してます。交通渋滞で待ち合わせできなかった乗客と郊外で待ち合わせするようにしたそうで、なんか一人定員オーバーみたいな感じで、奥さんが旦那さんの上に腰掛けてます。仲いいんですね。9時50分トイレ休憩です。あー、風も強いし、幸い雨だけ小降りになってます。トイレ休憩20分。綺麗ですね。綺麗なサービスエリアです。寒い。お菓子とかよりもなんかセーターとかジャンパーとかマフラーとか置いてた方が売れる気がするんですが、一見豪華な席に見えるんですけどね。 USB も何にもついてないです。なんか10人のタイ人のグループ盛り上がってます。はい、ボートが出航できることを祈ってます。キングコングのビデオのフィルムしてます。ハロンベイと昨日行ったニンビンで撮影したみたいです。新宿の洋食店みたいです。バス、マイクあるじゃないですか。すごいお天気、寒い。新宿博物館です。すごいバスが来てます。このバスで来てる人たちがみんなこれからハローワンツアーのクルーザーに乗るんですね。すごいバス、すごいです。ミキモトテクノロジーかな。カフリンクを買おうと思ったんですけど、なんとカフリンク作ってない。タイピンはあるんですけどね、まあお金つかなくてよかったです。やっぱり買いたくなりますね。とにかく寒い、めちゃくちゃ寒いです。 Owner of WinIs the richest man in Vietnam. To get to this island, have to hire a speedboat. Or maybe swim is okay, but right now very cold. はい、到着です。なんかすごいとこに来てますが。おお、立派ですね。すごい立派。どこ行くわけ。置いてかれちゃう、うん、なんかすごい数のボートが出るんでしょうね。まあ立派なこと。すごいな、大観光地ですね。
ストシーズンは3月から5月または9月から11月の寒気、今1月オフシーズンでこれだけ旅行者がやってきてるわけですから、ハイシーズンは一体どうなっちゃうんでしょうね。うわーこれ寒いぞー、どこ行くんでしょうこの人たち。難民ボートみたいですけど、あ、また大きいボートに乗り換えるのか、荷物持って。カタログで見る限りすごい綺麗だったんですが、どうでしょう。ウェルカムドリンクとティーとコーヒーだけがタダって言ってました。出港です。その昔ベトナムが外国に侵略された際、天から竜とその子供たちが降り立ち、敵を阻みベトナムの人々を守ったという伝説があるそうです。そこからハロン、竜の降り立った場所という名前がついたそうです。はい、もうあら、まだ結構残ってますね。もうみんな食べたな。結構イカとかシーフードご飯いろいろありますね。はい、とりあえず前菜はこんなとこで。ハロン湾はベトナム北部に位置する湾で、その美しい景観からユネスコ世界遺産に登録されています。石灰岩のカルスト地形からなる1600とも3000とも言われる奇岩や島々が、何千年にもわたる風と水の浸食によって独特で雄大な自然の彫刻のような姿が形作られていきました。伝説によると、敵を阻むために竜が口から石を吐き出して島々を作ったとも言われているそうです。最初の漁船は1946年に発見されたボーホン島の鍾乳洞スンソット洞窟です。スンソットは驚きという意味だそうで、その名にふさわしく内部は非常に複雑で、おまけに広いこと広いこと。やっと洞窟を抜けると素晴らしい眺めが待ってます。しっかりとこんなところにまでお土産物屋さんが、結構お手頃な値段で可愛らしいものを売ってます。魚がいますよ。危ない危ない、ぶつかった。はい、後ろボート戻ってきました。ボートだらけです。これみんな1泊2日とかそういうボートじゃないですかね。すごいな。うわ、なんかギリシャ神話にこういうとこありますよね。岩と岩の間を。あー、ごめんなさい、なさけ娘でも。なんかそんな感じのところに出てます。オッケー、下降りろって言われました。じゃあカミンダウン。寒いので誰も上に上がってこないですね。はい、2回目の下船です。スピードボート、カヤック、あとバンブーボート選べて、一応海に落っこったらね、今日寒いんで嫌なんでバンブーボートしました。出発です。あー、ひどいお天気でございます。よ、結構安定したカヤックですね。リキベイドライチョイス。I only done once with a more shorter oneAnd that one really flips. Oh, yeah, yeah. You're upside down. Yeah, yeah, yeah. That's what I did concern. You don't want to be upside down in there. It's too cold today. 昔カヤックやった時にコロンコロンひっくり返るんで、こんなところでひっくり返ったら大変だと思ったんですが、ずいぶん安定してますね、これ。ちゃんと慣れない旅行者が楽しめるように安定性が随分高いカヤックのようです。またカヤック乗ったらビデオも撮れなかったですね。ちょうど良かったです。はい、私が乗ってるバンブーボート、これです。
結構漕ぎ手に女性もいるんですね。皆さんたくましいです。洞窟を抜けると静かな群が広がります。ハロン湾観光ハイライトの一つです。インビン地方の水郷が陸のハロン湾と言われるわけです。ルオン洞窟にはサルやカワセミも生息しているそうです。あいにくのお天気ですが皆さん楽しんでます。残念ながら猿もキングコングもいませんでした。もうボートの運転も街中のバイクの運転と同じ感じで船着き場がなくって、なんかめちゃくちゃに後ろで待機してる感じです。ハイシーズンは一体どうなっちゃうんでしょう。たった20分になった時間が船が来れなくて、結局15分も入れません。15分も入れません。参ったね。この島の展望台に登って眺めを見るのを一番楽しみにしてたんですが、全然船がつけられなくって降りれなかったので登る時間がなくなっちゃいました。展望台への登り口のサインが全然ないんですね。バーフィング、これシャワーだとか休憩所とかそういう。お、この人たち何急いでるんでしょう。追っかけていってみます。Go this way. No, no, no. This way.一体何が起こっているのかさっぱりわかりません。とりあえずついていきます。I have no idea. もっと高いところの展望台に行きたかったんですけど、とりあえずいい眺めです。Was it Instagram place? Famous Instagram spot or something? I don't know what this is. I'm not sure. 何なんですか。走ってるから追っかけてきたのに、彼ら自身も何しに来たのかわからないと言ってます。こっから登ろうと思ったら登るんですね。ここが展望台への登り口っぽいです。戻るのに5分しかない。ああ、No, the boat. Boat was delayed. They only give us 15 minutes. No, no, 15 minutes or something. You need minimum 30 minutes. I've got 4 minutes to get back. Being able to like move. まあこういう階段かというのが分かったんで。いや、水に入ってるのがいる。お。お、泳ぎしていますよ。残念、上まで行きたかったですね。ちなみに頂上までの階段の数は400段です。はい。この方ですね、ロシアからやってきた宇宙飛行士ホーチミンさんと一緒にここにやってきたということで、彼の名前から
ティートップ、ティートブさんだったのかな、ティートブさん、あんな書いてますね、ティートップ、多分本当はティートブ V だったと思うんですけど、まあそれをもじってティートップ堂という名前にしたらしいです。はい、まあ残念ですが上まで登れなかったのはしょうがないですね、人生そんなもんです。マザーシップとの間を行ったり来たりすることだと思います。はい、6時に多分ハワイに戻って、そこからハノイへ戻ります。ティートップ島の展望台は標高約110メートルの高さです。天気が良ければ展望台の上からはハロン湾の奇岩群、そしてエメラルドグリーンの海を一望することができます。トップデッキ独り占めです。すごい寒かったですけど、そんなに雨にも降られず、なんとか楽しいことできました。寒い、下行きます。1泊2日のツアーに参加するつもりだったんですが、1人参加の場合は2人分払えと言われたので日帰りツアーに参加しました。一応デラックスツアーで80ドルぐらい払ったんですが、街中のエージェントで安いのも結構ありました。安いツアーでも行くところはほぼ同じ、あまり内容は変わらないと思います。はい、綺麗なサービスエリアです。ただいま7時35分、夕食がついてないのでここで何か軽く食べておきます。日本語ガイドさんが助けてくれてチキンヌードルスープを頼みました。45,000ウォン、300円ちょっとですかね。ショック、麺がインスタントでした。あちら日本語の日帰りツアーです。多分バスの中でいろいろ案内があったでしょう。あっちに行けばよかったです。ガイドトゥンちゃんは6万ドンのすごいどでかいセットメニューを食べてきて、50分に戻ってこいって言ってたのが、自分たちが戻ってたのが58分、ほぼ10分遅れて出発です。乗客がみんなバスで待ってました。いいですね。おまけです。翌日最終日はバイクツアーに参加しました。ゴールドタウンスタート、基本的に有名なところをくるりと一回りして回る感じです。はい、いよいよハノイともお別れ、トゥラングトゥラングブティックホテルともお別れです。2024年新年、お祝いとは関係なさそうな、なんかホームレスっぽいおじさんです。時間があればこういうのも見たかったんですけどね、朝来るとここで待機やってるおじちゃんおばちゃんとかいるみたいです。団子、肉団子ね、美味しそう。はい、バイクが行きます。うん、Thank you。Yay, let's go。手で持って撮影しながら走ろうと思ったんですが、ガイドに危ないからやめてって言われました。おお。Thanks, must have went right. Wow. できた。チンクインゲート、あん。
割り込みがすごい。バイクから配達のおばちゃんから割り込み。本日ヨセフ大聖堂近づいてきました。5分間いただきました。短いねって言ったら7分にしてくれました。みんな反対側車線走ってますよね。ああ、ここに来ると詰まってますね。よし、よいしょ。うおはい、ゴインですよ。ここ渡りますね。おお。ビーフシチューロースってやつですね、多分。こんな小さいとこに置こうとしたの。よいしょ。お父さん、5匹もいなかったんですかね。ああ。Yeah, they have a big farm land like this. Would you find you a lot of vegetables? Ah, come on, come on. Purple leaves on the top of the flower. Ah, this one. Oh.人参です。キャベツ、うわ、いっぱいも作ってる。なんとか場所忘れちゃいましたけど、エディンバラのフォースブリッジと似た作りですね。同じようなフランス人が、昨日行ったハローマンの近くの港町まで物を運ぶために、線路を引いた鉄橋です。ベトナム戦争の時に何度も空爆されてるそうですが、修復して今でも使ってます。長いな、この橋。わお、列車来ました。イエーイ。おお、反対向きに走ってるこいつ。おまけに3人乗り。危ねえ。はい、これで終了。オールドクォーター、オールドタウンに戻ります。10年前のホーチミン以来2回目のベトナムです。大都会あり、田舎あり、大自然もあり、食べ物も美味しい、おまけに安い、ベトナム最高ですね。ちょっと寒い日もありましたけどね。冬、北ベトナムに来る際はあったかい格好してきてください。